市場が急落した影響で、東京市場も400円以上の大幅な値下がりとなりました。中継です。世界同時株安の流れに東京市場も飲み込まれました。市場では昨日に続く大幅な値下がりに緊張感が広がっています。東京市場の下げ幅は一時430円を超えました。午前の終値は昨日よりも400円安い1万295円で、今年最大の下げ幅となっています。ニューヨーク市場が大きく下落するなど、海外市場の流れを受けたほか、外国為替市場で一時1ドル87円台となるなど、円高が急速に進んだことも売りに拍車をかけました。この先どんな風になるのかちょっと心配です。時期に日本の株価については回復するのかなと、逆に買い増ししようかなと思ってます。一方、世界の金融市場が不安定になっていることを踏まえて、日銀は今朝、短期金融市場に2兆円の緊急資金供給を実施すると発表しました。市場ではヨーロッパの財政不安が国内の企業業績に影響を与えるという懸念が出ていて、しばらく不安定な状態が続きそうです。